エリック・レニーニはベルギーのリエージュに近い有出身のジャズピアニストであり、エリック・レニーニトリオのリーダーである。レニーニはイタリアから来た芸術家の家に生まれた。彼は家族で移民した先のベルギーで6歳の時にピアノを弾き始め10代でジャズを始めた。1988年には彼はアメリカのジャズの様式を学ぶため2年間にわたって アメリカ合衆国を旅行した。彼はブリュッセル王立音楽院のジャズピアノの教師として帰国し、そこでジャック・ペルツァーに出会うことになる。その結果、ペルツァーのアルバム、私をさらせないでで、バルネ・ウィランやミシェル・グレーラと共にエリック・レニーにも客演することになる。彼はステファノ・ディバティスタク・アルテッドでピアノを弾くようになった。1990年代には、 フラビオ・ボルトロとステファノ・ディバティスタと共に、エリック・レニーニトリオを結成して、演奏活動を行い注目を集めた。彼は、アルドロマーノ、ベルモンド・クイーンテット、ジョン・ルオッコ、フェリックス・シムタン、ミシェル・アツイ、ドレ・パレマツ、エマニュエル・シシ、トニー・ニョ・オルタ、フィリップ・キャサリン、セルジュ・レッチャーニ、ハイ・ハン・デ・ガイン、マルシア・マリア、ジャック・ペルツァー、アンドレ・チェッカレーリ、エリック・ルラン、 パコセリーなどと共演してきた。レニーには、フィニアス・ニュー・ボーンの作品群に深く系統しており、メンフィスのアイツという曲を彼に捧げている。この曲は、彼のアルバム、ミス・ソウルに収録されている。レニーには、2006年のオクターブでエラ・ミュージック・ジャズの受賞、2011年のビクトワ・ージュ・ジャズにおけるアルバム、声での年間最優秀器楽アルバム賞受賞などを経験している。 ありがとうございます。